大人気コーナー陸上競技場の旅。今日はね初めての企画なんだけど、横須賀中央駅で僕も初めて来たんだけど、意外と街並みもね綺麗で、世間のみんなはね陸上競技場っぽいよとか、ここの駅の近くには陸上競技場あるのとか気になるところ結構あると思うんだよね。私武田がですねアクセスそういったものをね伝えていきながら、で競技場の良さも伝えていくという企画になってます。いい番組ですね。この帰りにはねフリーダンスに寄っていこうかなと。おやおや武田さん、まあじゃあダメですよ。ということで本日行くのは入水山公園というところにある陸上競技場に行ってみたいと思います。ここからバスが15分、徒歩20分なんですけど、京急のバスに乗ると15分で着くんだけど、徒歩だと約2キロあるのでまあ30分ぐらいかかるけど、徒歩20分です。吉木さんの指摘で武田さんなぜか怒っちゃったみたい。歩きで行きながら道中こんなのあるよとか見せていきたいなと思います。じゃあ行こうか。はい、2キロ歩くということで今日暑いんで水分を。カフェオレ、武田さんは大のカフェオレ好きなんです。 だからがいいです。行くよ。はい、ありがとうございます。平日なのに人多いね。何してるんだろうねみんな。あらあら、それは特大ブーメランですよ。ナビは見ないんですか。あなたがやんないか。あ、そうです。わかりました。これはこれは武田さんが得意な圧力講師ですね。なんだろう、この海沿いというか都内からちょっと離れるだけで空気変わりますね。まあ、今進んでる方向と逆に歩いていくと米軍基地がありまして、そこから先はアメリカということなので、我々勝手に入ると鉄砲飛んでいます。横須賀詳しいね。あ、僕はそうですね詳しいです。結構はい、意味深だねこれはどういう意味でしょう。ヨシキさん説明お願いしますよ。静かな街だね。そうですね、ちょっと駅から離れるともうガラリと。あら武田さんあらあら、武田さんは坂道を見ると走りたくなっちゃうようです。やっぱ坂見つけるとね、はい、確かめたくなるね。いい坂ですかこれは。急すぎるね。あ、急すぎる。ちょっとお気に召さなかったっていう。さらに進むと何かトンネルが見えてきましたよ。いやだ、私ここ行きたくない急にお姉ですね。あ、はい、ダメだね君、勉強しないと。え、何ですかトンネル、はい、私ここ行きたくない。あ、わかりました。千と千尋だろ。どうする武田さん、ジブリネタには厳しいですからね。東京となんか時間の流れ方が違いますね。お前それ田舎にいたら絶対言うだろそういういいこと言いたいじゃん。ここ本当に神奈川。神奈川です。山形と変わんないんだけどあらあら、武田さん本音が出ちゃってますよ。どういうキャラ設定なの , 笑っちゃってるじゃん。確率はしていかない予定いろいろ挑戦してて一番受けたやつよあれですね、駅からシンプルな道のりで、そうだね、20分歩くの苦じゃないよっていう人は全然バス使わなくてもいいんじゃないかなとか思いましたね。目の前に小学校があるみたいですね。やっぱ神奈川の中高陸上レベル高いから、門とか見ると名前見ると見たことあるとか、電車乗ってる時に全国大会出場陸上部みたいな力があったので神奈川強いんだなって思いますね。うん、思うよねキャラ急に思い出して入るのやめて。大丈夫、シャク武田さん、シャクが心配になってるみたいと歩いてる間に到着したようです。入山津公園入り口、いろんな種目ができるように入ってたね。何でもできる、ここに行くから間違いない。はい、行こうか。はい、これちなみに今カメラ大体30分ぐらい回してるんですけど、編集終わってアップロードするときって何分ぐらいなんですかね。今推測でいいかな。はい、推測で3分手書き確かにちょっと待って、湯の具で書いて上からこうポンってアクリル板ポンって貼っただけじゃないやめろやめろ、横須賀一見にくいって武田さんディスるだけですよ。ここ以外どこ見えるここ通るといいね。確かに冒頭でもあったと思うんだけど、はい、ちょっとこの感じ読みにづらいんだけど、はい、入山津公園。さあさあさあ、まもなくです武田さん。そこの柵が、柵を越えたらもう陸上競技場、競技場です、はい、おいおい
あらあら、武田さん、競技場を見ちゃって浮かれ気分ですか？入山津公園。はい、陸上競技場着きましたね。とりあえず利用料払ってきたいと思います。はい、着いたよ。着きましたね。着いたよ。使用料はなんと100円。都内の方だと1時間300円とかしたりして、で追加料金とかで500、600円かかるっていうのが普通なんだけど、こういうところはね、100円で使用できると。タータンの片手だけちょっと待ってて、ごめんね。武田さん、タータンとお話ししているようですね。何か聞こえるのかな。ガチレスしていいかな。はい、非常にいい方させてくれ。単純にガチなのね。武田さん、それでとりあえず、まあ、流し2本ぐらいこの競技場走って、まあ、この競技場を存分に感じたと思うんですけど、どうでした？とても走りやすいですね、競技場として。マジレスしちゃった。本当静かな競技場で、また来たいなと思うね。もう日も沈んじゃって帰るよ。じゃあね、またね。はい、ありがとうございました。はい、編集怖いけど。じゃあね。はい。